海野です。ここがオバマの選挙事務所です。ワシントンに隣接するバージニア州の選挙事務所です。オバマ陣営は今回バージニアを最重要拠点として位置づけています。これから11月6日の選挙までにバージニア州の中に約80の事務所を作る計画です。オバマの選挙の最大の特徴である個別訪問について説明しましょう。個別訪問は英語でキャンバスングと言います。そして個別訪問を行う人は英語でこちらにあるようにキャンバサーと呼びます。私も今回激戦州の中の激戦州であるこのバージニア州のオバマ草の根の運動に入って個別訪問を行っています。ここがもう一つのオバマの事務所です。私はこの事務所に入って草の根運動を行っています。草の根運動には個別訪問、そして有権者登録、電話による支援があります。この選挙事務所の中には8台の固定電話が設定されています。ボランティアの草の根運動員がこの事務所に来て固定電話を使って有権者に電話をかけます。民主党と共和党にはそれぞれマスコットがあります。これが民主党のマスコットのロバです。共和党はゾウです。これが有権者登録の用紙です。アメリカは有権者登録をしないと投票できません。例えばカリフォルニア州からバージニア州に住所を移したり、あるいはバージニア州の中で住所を移した場合もこの有権者登録が必要になっています。過去に登録した住所と現在の住所をここで用紙に記入します。